に集めていきました。え、いいですね。大阪では何をしたんですか？たこ焼きとかお好み焼きとか、うん、大阪の名物をたくさん食べました。へえ、羨ましいです。楽しそうですね。美味しいものをたくさん食べることができてもう大満足でしたよ。大阪にはどうやって行ったんですか？バスで行きました。値段がすごく安いので。でもバスって疲れませんか？あ、私は安くてもバスは使わないですね。確かに疲れるんですけど、僕はどこでも寝ることができるので大丈夫ですね。新幹線はいくら流行っても値段が高いので乗りたくないんですよ。あ、そうなんですか。あ、私はいくら高くても早く楽に旅行がしたいので新幹線の方がいいですね。僕も新幹線の方がいいんですけど、先月お金を使いすぎちゃって。あ、そういうことだったんですね。あ、でも安く旅行に行くことができたので渡部先生にもちゃんとお土産を買ってきましたよ。本当ですか？ありがとうございます。後で渡しますね。待ってます。今日の文法は何々てもです。てもは逆説の表現で、前の内容から予想されることとは反対の内容が来るときに使います。動詞、い形容詞の手形に接続します。また名詞、ら形容詞に接続する場合にはでもの形に変わります。今回の会話の中では安くても使いませんと、新幹線はいくら早くても値段が高いから乗りたくないんです。そしていくら高くても早く楽に旅行がしたいので新幹線の方がいいですね、という以上の3つの箇所で使われていました。バスは安いというメリットがあるけど疲れるというデメリットがある。新幹線は早いというメリットがあるけど値段が高いというデメリットがある。渡部先生は値段が高いというデメリットよりも早く楽に旅行ができる新幹線で旅行がしたい、こういうことをでもを使って伝えていました。日本には飛行機、新幹線、バス、タクシーなどいくつかの交通手段があります。飛行機は遠くに行くときにはとても便利ですね。新幹線は早いんですが値段がちょっと高いです。バスは値段が安いんですが時間がかかります。タクシーは行きたいところに直接行けますが値段が高いですね。皆さん、日本国内をいろいろと旅行するときには皆さんに合った交通手段を選んで旅行を楽しんでくださいね。この動画がいいと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録お願いします。この動画で勉強したい本や文法があったらコメント欄に